はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ来い。相手が見つからないね、今回。ちょっと長いね。さあ相手発見。シャンチーアイコンだね。まあ別にアイコンのキャラをね、使ってるとは限らないけど、シャンチー見解。まあまあまあ、ちょっとね、セントラルパークで場が埋まりがちなので、これはちょっと嫌な展開かな。そして、アイスマンがファンタスティックを凍らせる。4コスが増えちゃうんだよね。それはちょっと嫌な感じ。まあ、サイロック、セントラルパークに置きましょうか。さあ、相手、アーマー、破壊できない。サイロック出る。さあ、ここで何を引くか。デスの領域。そうですか。ここ、ジュビリー置いてみるか。まあ、ジュビリー自体は、パワーは1なので、何を引っ張ってくるかによって、考えましょう。さあ、相手、コスモ、危な。ジュビリー、呼び出したのは、アイアンハート。あーっと、そこに当たるのはちょっとダメだね。あ、これ厳しい。ほー。そうですか。まあ、ちょっとこれ、ファンタしか置けないね。ファンタしか置けないね。これで終わりましょう。さあ、4ターン目。相手はリザード。今更ネガティブはちょっと遅いね。これデスの領域にトラかな。ホワイトタイガーで、どっちかにトラを出してもらって、その後の動きを決めましょう。オッケー。まあ、できればネクローシャに出してくれる方が、おっと？これどうなる？アーニム出るよね。あれ？ああ、そうか、コスモか。なるほど、なるほど。となると、これはどうしたもんかな。真ん中は勝てないか。どうする？アイアンマン。セントラルパークアイアンマン。リザードが下がるから、これでね、デスの領域引き分けのままだったら悪くないと思う。悪くないっていうか、なんとかならんかなという感じだけどね。合計点勝負だった時に相手17でしょ？こっち13だから、まあ、20、あ、微妙。厳しいか、これ。厳しそうだね。8、16か。16で22なのか、今の時点で。4枚。いや、これちょっと厳しいな。やめとこう。撤退ですね。ちょっと自信ない。アイアンマンで倍しただけだとね、7点しか。まあ、実際にはね、3スポットが1点上がるから、8点の2倍で16点になれるんだけど、まあ8点しか漏れないと思うとね、別にそんなに強くもないからね。まあ見てみてもよかったんだけど、ちょっと4点はでかいかなっていう感じですね。はい、次行ってみましょう。行きます。さて、相手発見。やっていこう。お、ニザベ来る。1ターン目動けず。ニザベだったらね、裏返ってなくてもアイアンマンが結構強いので、これはまあ悪くないかなというとこかな。お、相手はとりあえずナイトクローラーをニザベに出す。さあ、ニコス。お、モンスターメトロポリス、ニコス引けず。
さあ、次のターンはできれば、ファンタスティックを出す感じかな。ウルスベアはね、ちょっと何もない状態で出せないんで、出せないというか、まあ出してもしょうがないんで。3ターン目から動いていきましょう。ネガティブがちょっとまだ引けてないけど、ボーンを出して、トラを出し、トラを量産していく方がいいかなという気がするね、これは。あと、引かせないの強いね。そうですか。んじゃあ、オズコープで送り込もう。オッケイ。真ん中ファンタからオズコープに、おっと、グリーンゴブリン。さあ、こっちもでもオズコープでブラックウィドウを送り返しましょう。さて、4ターン目。これはニザベでウォンとホワイトタイガーをやって、最後にアイアンマンで倍にしていく感じでいこうか。さあ、ウォンが出る。相手はデアデビー。 OK、 じゃあトラを出しましょう。まあ、アイアンマンから行くのとどっちだいって話はあるんだけど、一応これで行きましょう。さあ、ニザベッリルは、単純にね、数の関係上劣勢ですが、モンスターメトロポリスとオズコープに関しては一応ファンタのおかげで勝ってますよという感じですね。さあ、相手ナイトクローラー移動させて1体ニザベに召喚。こっちは、トラを出す、トラを出す。オズコープが強くなったね。うわっ、それは結構やられてる。プロフェッサー X 強いね。それアイアンマンでね、ニザベを勝ちに行くつもりだったんですが、ちょっとこれは厳しいか。あ、これ結構厳しいね。アイアンマンで倍しても勝てないから、中央勝たなきゃいけないんだけど、これこれぐらいしかないか。9点しか増えないな。これちょっと不安だな。不安だけど、まあ見てもいいかぐらいかな。まあ見ましょう。スナップが入らなければ。さあ、モンスターメトロポリス、ただあれか、うわー、どうしよう、ちょっと撤退する。まあまあまあ、でも見ましょうか、ここまで来たら。2枚出す。あー、イタニア、ガモちゃん、ガモちゃんは無理だわ。22点強っ。やられたね。ティタニアか、1コス5点。そっか、まあ2体出すって読むよね、確かに。で、読むならガモーラも狙い撃ちだし、うまいことやられたか。っていうか、デアデビで見られてニザベを封印されたのが痛いのかな。ってことは、5ターン目に出すべきはアイアンマンだった可能性はあるね。アイアンマン出してたらプロフェッサー X は打てなかったもんね。そっか、ちょっと今回は良くなかったね、2戦とも。なるほどな。例えばこれドクタードゥームは俺持ってないからちょっと気になってるんだよね。まあゴールド全然ないんだけどさ。そうね、まあとりあえずこんなところかな。
はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。